あなたの誕生日ですねおめでとうございますそれとありがとうございますこうして私と出会ってくれてあなたの誕生日となれば国を挙げてお祝いしなきゃですねそれとも二人きりがいいですかえひひ照れちゃいますねおめでとうございます来年のあなたのお誕生日も 必ずお祝いしますね。絶対絶対絶対です。今日、誕生日なんですよねおめでとうございます。特別な日の特製特大ケーキ、一緒に食べませんか水着で過ごすあなたの誕生日。開放的でワクワクしちゃいます。さ、今日は二人で思いっきりはしゃぎましょう。 お誕生日おめでとうございますお魚、貝、タコ、エビ、カニ海の幸満載のバースデーパーティーにしましょうね主様の生誕されたこの日は、私には一年で最も尊い日。心から祝福させていただきます。お誕生日おめでとうございます。 お誕生日おめでとうございます。お誕生日おめでとうございます。何度口にしても言いたりません。主様おめでとうございます。空も海も輝いて、この世の全てが主様のお誕生日を祝福しているようです。私も心よりお祝いします。 海で、主様のお誕生日をお祝いするなどと、故郷にいた時には考えもしませんでした。私、幸せでございます。今日は主様にとっておめでたい一日。祝いの舞を奉納させてくださいまし。心からの祝福をお送りいたします。お誕生日、おめでとうございます。 もし、もし、主様がよろしければ、二人きりで過ごすことを、お許しいただきたく。お誕生日、おめでとうございます。何か、特別にしてほしいことはございますか遠慮せずに、何でもお申し付けくださいまし。私は、今日という日を、 心からお待ちしておりました主様のお誕生日を全身全霊をかけてお祝いいたしますねはいバースデープレゼント感謝しなさいよこんなものあげてるって本当はバレたらまずいんだからへえあんた誕生日なんだあ たまたまケーキ持ってるから一緒に食べましょう,うたまたまよ本当だからね海の上で誕生日パーティーっていうのもおしゃれでしょさああんたの誕生日に乾杯よハッピーバースデー誕生日おめでとうこんな日くらいパーッと羽を外して楽しみましょうさあ海海遊ぶわよ お誕生日おめでとう。い、一応プレゼントも用意してあるのよ。ありがたく受け取りなさい。ハッピーバースデー。ケーキ買ってきたから一緒に食べましょう。変なものは入ってないわよ。誕生日おめでとう、岸くん今日はケーキの他にもいろんな料理を用意したから。 みんなでお祝いしようねキシ君お誕生日おめでとうあのー、これお祝いのケーキそのよかったら食べてみてえっとこれからもよろしくねキシ君お誕生日おめでとうこれからもキシ君が 幸せな日々を過ごせますように。あ、あけましておめでとう。あ、間違えちゃった。えっと、その、お誕生日おめでとう、岸くん。岸くん、お誕生日おめでとう。お祝いの気持ちだけじゃなくて、 もう一つ伝えたいことがあるのは。<laughs> やっぱり言えないよ。お誕生日おめでとう。今日はずっと岸くんをお祝いしてあげたいの。だから、そばにいてもいい君の誕生日か。おめでとう。せっかくだし。 今日の修行はなしにしようあれどうして不満そうなの誕生日おめでとう実は何を渡せば喜んでくれるかわからなくて良ければ一緒に選びに行かない今日は君がこの世に生まれた特別な日だ 特別なお祝いをあげよう。んでもいいよ。キスのふり以外なら…誕生日おめでとう。君と一緒に過ごす日々は、これからも私にとって大切な宝物だよ。お誕生日おめでとう。はいこれ。猫のお守り。 私がそばにいないときはきっと代わりに守ってくれるよハッピーバースデー岸くん。プレゼントは何がいいご飯装備それともそうだ修行に付き合うねお誕生日おめでとう弟くんがどれだけ大人になったかお姉ちゃんにしっかり見せて じー君が一つ年をとってもお姉ちゃんも年をとってるから私はずっととうとくんのお姉ちゃんのまんまだよ安心したお誕生日だねお姉ちゃんは今日という記念日のためにプレゼントを考え続けてたよはいお姉ちゃんをあげるね 今日は弟くんの誕生日。大きなチョコケーキを作ったから一緒に食べようね。ハッピーバースデーお兄ちゃんが大きくなっても、私が年を取っても、二人は兄弟のままですからね。お誕生日おめでとうございますお兄ちゃん やっぱり誕生日は家族と過ごすべきですよ私とパーティーしましょうハッピーバースデートゥーユーハッピーバースデートゥーユーどう君だけのためのプライベートライブだよおめでとう君の誕生日をお祝いできるようにずっと前からスケジュールを調整してたんだ嬉しい 誕生日おめでとうバースデーソングでお祝いするよ君だけのためのライブ楽しんでってねハッピーバースデーはい、プレゼント私のサイン入りだよ大事にしてねお誕生日おめでとうございます短いものですが、お祝いに曲を書いてみました。ここで歌ってもいいですか お誕生日おめでとうございます。歌以外にいいプレゼントが思いつかなくて。よかったら聴いてください。誕生日おめでとうございます。子供たちや精霊も一緒にお祝いしてくれるそうです。素敵な一日にしましょうね。今日は誕生日ですよね。おめでとうございます。プレゼントの他に、 私の歌も送らせてくださいあのおめでとうございます岸さんの誕生日ですよこれハンカチですえっプレゼントですバカた誕生日なんですよね一応おめでとうございますどこで知ったかなんてどうでもいいじゃないですか お誕生日おめでとうございますどんどん大人になっちゃう私も早く追いつかないとな何でもないです今日お誕生日なんですよねお小遣いを貯めてカップケーキを買ってきたので召し上がってくださいお誕生日おめでとうございますこれパンプキンケーキです かぼちゃは少し苦手ですけど、頑張って味見もしたので。あなたのお誕生日。これ、どうぞ。私が作ったカップケーキです。あそんなに急いで食べたら、ぽろぽろこぼしちゃいますよ。にンお祝いのお歌を歌うね。ロンタタロン。 お誕生日おめでとう大好き大好きお兄ちゃんお誕生日おめでとうミミも早く大きくなってお兄ちゃんのお姉ちゃんになりたいなお兄ちゃんお誕生日おめでとうミミね お兄ちゃんのこと大好きだよ。ハッピーハローじゃなくて、ハッピーバースデーお兄ちゃん誕生日おめでとうみそぎ兄ちゃん大好き本当だようーん、いたずらばっかりしてるから信じてもらえないよ誕生日おめでとう兄ちゃん はいバースデープレゼントそれから、バースデーケーキ早く開けて食べてワクワクハッピーバースデー兄ちゃんいつもみそぎと遊んでくれてありがとうこれからも一緒に遊ぼうね誕生日おめでとう兄ちゃんみそぎからのお祝いは、うーん。 やっぱりいたずらかなお誕生日だねおめでとうお祝いに超能力であ、ででも眠くなっちゃうしじゃあカプお誕生日のお祝いに初音ひざ枕をプレゼント寝心地いいよ うーん、なんだか私も眠くすやーお誕生日おめでとうございます森にいる小鳥さんたちと合唱団を結成してお祝いの歌を作ってきましたお、おたたんおたんこですーすみません、ハッピーなお祝いの言葉を口にしたことがなくて お誕生日おめでとうごろおまるお誕生日おめでとうございますこんな日にあなたと一緒にいられるなんて友達ができるより嬉しいですお、お、お、お誕生日おめでとうございますはぁ、あ… 他の誰かの誕生日を祝えるだけでも幸せです。お誕生日おめでとう。今日はあなたが主役だから何でも言うこと聞いちゃうわ。いっぱい甘えていいのよ。今日は一年に一度の特別な日。 あなたの誕生日をお祝いできて、先生とっても嬉しいわ。本当に、おめでとう。おめでとうなの。誕生日は仲良しとごちそうを食べるの。だから今日は、みやこと一緒にプリンケーキを食べるの。みやこは死んでるけど、 誕生日のお祝いは大事にしてるの。だから早くバースデープリンパーティーを始めるの。お前の誕生日パーティーに、都の友達の幽霊さんをたくさん連れてきたの。ドロロロ、おめでとうなの。キュー、ドロロロ、お誕生日。 おめでとうなのた、誕生日おめでとうプレゼントはあんたが私にゲームで勝ったらあげるわよあんたこのゲーム得意よねおお誕生日おおめおめでう,う プレゼントなんて渡せないよお兄ちゃんお誕生日ですよねおめでとうございますあかりと一緒に大人の階段登りましょうねあーお兄ちゃったらまた大きくなっちゃいましたねなんだかあかり ドキドキしてきちゃいましたお誕生日おめでとうございます今日はとてもいい運勢ですよ金運とか健康運とかそのれ恋愛運とかあなたが年をとって おじいさんになったら、一緒に、私もおばあさんになりますね。もちろん、幽霊になったら。犬族の誕生日を祝して、わらわの膝枕を贈呈しようぞ。どうじゃかかちよいじゃろ。腕枕でも胸枕でもよいのじゃぞ。 今日は誕生日かめでたいないくつになったのじゃそうかわらわがその年の頃はって何をしていたかな今日は奴やつの誕生日プレゼントを渡しつつお礼をえお主 いつからそこにい、今すぐ忘れろ馬鹿者を確か、今日はお主の誕生日であったな。ならばこのわらわが祝ってやろうではないか。誕生日おめでとう。何かお願い事はないかいそ、それはダメだ少年。 兜を脱ぐなんて恥ずかしくて爆発してしまうよ今日は君の誕生日なんだってね一つ大人になったんだから今年はあまり無茶をしないでくれよ君のことが心配なんだ誕生日おめでとうん急に押しかけて迷惑だった 今日はあなたの部屋を片付けようと思ってまるでお嫁さんみたいじゃないふ <laughs> ん今日が誕生日なんだじゃあ大人になったあなたにご飯でもおごってもらおうかななんて冗談だよ誕生日おめでとうお前の記念すべき日に立ち会えてうれしいよ 記念の月収はまだ早いかなお前今日が誕生日らしいなほら一つ年を取った哀れな子羊にプレゼントだ今年も私を楽しませてくれよハッピーバースデー。いつもお世話になってるあんたにトラタイガーのカップケーキっす 自分手作りに挑戦したっすよえ今日誕生日なんすかじゃあお祝いにとっておきのトウラタイガーグッズあげるっすお近づきのしるしっすよ誕生日だったわねお祝いに遊びに行くわよこんな日くらいはしっかり休んでたまには楽しみましょう。 ハッピーバースデー。救護員のみんながプレゼントを選んだわ。もちろん、あたしもね。ありがたく受け取りなさい。誕生日おめでとう二人きりでバースデーパーティーしましょうか。なんてね。誕生日おめでとう救護員のみんなもあんたの誕生日を祝いたがってるから、楽しみにしてなさいね。 お兄ちゃん、お誕生日、お、おめでとうございます。きょ、今日は、その、い、一緒にお祝いしたいです。お、お、お誕生日、おめでとうございます。あ、私からのプレゼント、もらって、 くれますかお誕生日おめでとうございます。いい子にしてたお兄ちゃんにプ、プレゼントを用意しました。靴下の中を見てみてください。お兄ちゃんお誕生日お、おめでとうございます 私なりに一生懸命お祝いするからよ喜んでくれると嬉しいですお兄ちゃんお誕生日おめでとうプーキチからもプレゼントがあるみたいだよいっぱいもらえていいなーハッピーバースデープーキチもお兄ちゃんのお祝いしたいって3人でパーティーしよう おお誕生日、めでとうございます今日だけは普通の女の子としてあなたのおいいをしちゃダメですかお誕生日、おめでとうございますケーキをご用意しましたこ転ばないようにそーっと持っていきますね。 今日はあなたのお誕生日ですよねおめでとうございますこれからいい一年を過ごせるおまじないをかけちゃいますねお誕生日おめでとうございます私もあなたにプレゼントをってあれなーいわ忘れちゃいました今日が誕生日なんですか それは本人めでたいな今日をまほまほ王国の記念日にしたいぐらいやわ誕生日おめでとうさん王子はんの誕生日を一緒にお祝いできて幸せやわこれからもほっこりしような 今日は王子んの誕生日やね。ほんま、めでたい日やわ。魔法でお祝いの花火あげるから、しっかり見といてな。お誕生日、おめでとうな。まだまだ暑いさか今日は、和菓子と冷やし抹茶で、お祝いしましょ。 今日ってお前の誕生日だよなぐ偶然たまたま作ったケーキがあるんだけど食わねえかへえ今日が誕生日だったのかおめでとうさん <laughs> じゃせっかくだし何かおごってやるよ今日誕生日なんだろ食材の買い出し付き合えよ あとでなんか作ってやるからさ。お前の好きなもの教えろよな。誕生日なんだってな。そうだな。砂浜特訓メニューのプレゼントってのは冗談で。あとでかき氷でもおごってやるよ。誕生日おめでとうさ。お祝いに私が。 24時間連続で祝いの踊りを踊り続けてあげるさーおお今日は君の誕生日なのそうと聞いたら全力でお祝いするさー誕生日めでたいさー体が勝手に踊りだっさーうわっアップ使ってごめんねでも弱いとこだから平気だよね バッチリ準備万端さ何って、君の誕生日だよさあ手と手をつないで、レッツダンスさ誕生日の余興に、今日は女子くんが探偵役をしてみようねえ先生、今日はどんな謎に挑まれるんですか <laughs> 今日は女子くんの誕生日なんだって おめでとうなら捜査は早めに切り上げてお祝いをしようじゃないか魔法の力で捜査開始た誕生日のお祝いとして君のためだけに変身してみたんだけどどどうかな今日は女子くんの誕生日だよね魔法少女の役目を早く終わらせてくるから 二人で一緒にお祝いしようじゃないか。ハッピーバースデートゥーユー。人間の男の子の誕生日をこうしてお祝いできるなんてね。私がプレゼントをもらった気分。お誕生日おめでとうあなたのためにお祝いのプランをいっぱい考えたの。 わだ私ったらはしゃぎすぎハッピーバースデーだべ今日はあんちゃんのためだけに渾身ネタを飛ばすでいっぱい笑ってほしいべよひょうたんしてっか何にきょとんとしてんだべ今日誕生日のあんちゃんのためのギャグだべおめでとう この本、お誕生日プレゼントです恋愛小説なんですけどたまたまヒロインの名前がしおりでしゅ主人公の名前がお誕生日おめでとうございますあのお姉ちゃんからもお祝いされましたかす少し気になっただけで。 お誕生日おめでとうございます。今後もお祝いさせてくださいね。これからも、ずっと。今日、お誕生日ですよね。<laughs> ちゃんと覚えてますよ。魔法で盛大にお祝いしなきゃ。誕生日おめでとう特別な日だからこそ、ぐうたら過ごすに限るよね。 あたしも一緒に付き合うよ。誕生日おめでとうプレゼントは買い忘れてないよ。通販の時間指定を使ってるからもうすぐ届くはずだよ。誕生日おめでとうゲームとアンパンでお祝いするよ。さあ、ゴロゴロしながら思いっきり楽しもうね。 あんた今日誕生日なの忙しくて用意できてないよ。と、とりあえず今は、この綺麗などんぐりで。誕生日、おめでとうございます。あなた様の誕生日の価値の前では、どんな宝石も霞んで見えてしまいますわね。今日はあなた様の誕生日 ままあおめでとうございますすぐにパーティーを開きましょう君の誕生日というわけでまずは乾杯 <laughs> ねえ今日はずっと一緒にいてもいいかな誕生日おめでとう今日はいっぱいお祝いしてあげるね。 お誕生日おめでとうにゃ。気まぐれな私でも今日ぐらいは君だけの猫になってあげてもいいにゃ。今日は君の誕生日みたいにゃ。だから今日だけ特別にたい焼き食べ放題にしてあげるにゃ。誕生日おめでとうお祝いの言葉なんて非効率的かもしれないけど 君にはちゃんと言いたかったのケーキの準備よしプレゼントもよしさあ効率的な誕生日パーティーを始めるわよ誕生日おめでとう今日は2人で海を見ながら散歩したりたまには非効率的に過ごしてみない 今日が君の誕生日だったのねだったらお祝いをしないとさあ海でパーティーの食材をゲットしてくればよしぐ切だよ誕生日おめでとう私からは日記をプレゼントだ我らの活動を書き残すがいい字は書けるよな今日は貴様が転生した日か 記念に私からこれを授けよう見よ暗黒騎士の紋章は。をどうだかっこいいだろう今日は貴様の誕生日かよしこれをプレゼントしよう私が考えた貴様の名乗り工場ださあ今から練習をしてみるぞ 誕生日おめでとう今日は私から闇の祝福を与えようこの力があれば貴様にもさまざまな幸運が訪れる感謝するがよいハッピーバーバスデー私からの贈り物はこれよ元気が出る特製ドリンク一気に飲んじゃダメよ 君、今日が誕生日でしょはいこれ私からのプレゼント特別に調合した薬なのこの飲んでからのお楽しみお誕生日おめでとうございますプレゼントを用意しましたわ婚姻届けと結婚指輪と。 二人の新居です。お誕生日を祝してバースデーケーキを作りましたわ。隠し味は睡眠薬としびれ薬とほれ薬と気薬と私の愛情です。誕生日おめでとうございます。二人きりでお祝いする準備はできていますわ。 そのあとはクスクスあなた様が生まれた日、つまり私たちの運命が始まった日ですわ祝杯をあげましょうさあこれをお飲みになって誕生日おめでとうさん いいり竿が手に入ったんだお前さんにあげるよ今度二人で一緒にのんびり釣りに行こうお前さん今日が誕生日なのかそうかめでたい日にはパーッと祝うに限るそうと決まれば今日の飯はあたしのおごりだ今日はお前さんの誕生日だよねお祝いとして 私の手料理をたくさん用意しておいたんだよさ、向こうで一緒に食べようか誕生日おめでとうあんまり大したものじゃないけどお祝いの品を用意しといたよほら、受け取っておくれお誕生日おめでとうメガネをプレゼント つけてみてうんバーベキュー似合ってるよハッピーバースデー君へのプレゼントはこれだ私のおすすめ作品全185巻持って帰れるかな今日は君の誕生日ね 年下の男の子が結婚できる年齢になってプロポーズなんて小説みたいで憧れちゃうなお誕生日おめでとう昨日より一つ大人になったのねお祝いに先生がなでなでしてあげるわお誕生日おめでとう 浜辺で見る君の顔がすっかり大人に見えるわ <laughs> 夏のせいかしらね今日は君のお誕生日ね <laughs> もちろん忘れてないわ一つ大人になったお祝いに海の家でパーティーしましょう今日は秀才の誕生日だよね学院のみんなでパーティーしようあ でも、二人っきりのパーティーってのも楽しいかも。ハッピーバースデーうちがお祝いしてあげるうん。<laughs> 誕生日に一緒なんてカップルみたいかもジョスヒデさい、ハッピーバーお祝いしなきゃだよね。うちにしてほしいことがあったら何でも言っていいよ。 ジョースヒデ誕生日なんだよねおめでとう今日はパーティーだねハッピーバースデーあたしが大人なバースデーをプロデュースしてあげるわ楽しみにしてなさい誕生日おめでとうプレゼントは…あたし… あれ弾いてる雑誌に書いてあったのに誕生日おめでとう。プレゼント代わりに。今日は、私が共に過ごしてやろう。じ、時間を無駄にするでないぞ今日は、気候の誕生日らしいな。 大切な一日を共に祝えて私も嬉しく思うぞ心から祝おうじゃないかハッピーバースデー今日は僕の美しさを独り占めにしてもいいよ。全部受け止めきれるかな誕生日おめでとう今日の君は輝いて見えるね 綺麗で美麗で華麗でそ麗だきっと世界で2番目に美しいよお誕生日おめでとうございますププレプレゼントをどうぞ先輩に似合う服を おめでとうです。プレゼントは、諸君専用のマイシュリケンです。いっぱい投げ込んでください。土エさんの誕生日ですね。クーカの体に巻いたリボンを乱暴にほどいて、包装紙を破る子供のように服もう <laughs> 誕生日おめでとうございます。 キーキに深くさせるろうそくがとろっとろに溶けていますよふって消してくださいお誕生日おめでとうございますところでと井さん服の帯ってラッピングしてるみたいですよねプレゼントは私なんて <laughs> <laughs> 今日は大切な日ですね さんが生まれた日チルリつまり空家の体でお祝いしろというのですねいいけどあんた今日が誕生日なんだっておめでとうよかったねキラーペンシルあげるよあのさ弟たちに作ったケーキ余ってるから食べてくんない 別に無理にとは言わないけどああとおたおめ「ハッピーバースデー」「今日は君がこの世に生まれ落ちた記念日らしいな」「僕の情報は正しいんだ」「生命とは実に尊い存在自体が」 億分の一の一奇跡だ。つまり端的に還元すれば誕生日おめでとうハッピーバースデーよーしケーキ買いに行くぞ今日はあたしのおごりだ多分明日は雪が降るぞ誕生日おめでとう あんまり人に物をあげたことなくてさ何が欲しいんだ誕生日おめでとうございます贈り物は何にしましょう計算問題集ではどうですか今日が誕生日ですかおめでとうございます これ以上何か必要ですか誕生日おめでとうお祝いにパーティーしようよそれと何か欲しいものがあったらプレゼントしてあげるから言ってね今日はあなたの誕生日だよねおめでとういっぱいお祝いしないとねこのままどんどん成長したら あなたはどうなっちゃうんだろうなんかずっと楽しみだね <laughs> お誕生日おめでとうちょっと自信ないけどこれ作ったんだ今日は特別な日だからワンってしてあげよっかお誕生日なのすごいすごいルナ お誕生日大好きだからいっぱいお祝いしようねお誕生日だねお兄さんが一番ウうれしいねルー暗記は苦手ですがお友達の誕生日はバッチリ覚えてるですお誕生日おめでとうですよ の誕生日ですじゃあルーもお祝いするですおめでとうですハッピーバースデー一緒に楽しい一日にしようねまず何からしよっかお誕生日おめでとう今日は思いっきり幸せな一日になるといいね ハッピーバースデーあなたのお祝いの日なのに、私まで嬉しいんだ。不思議だね。今日は、あなたの誕生日なんだね。その、おめでとう。何か欲しいものとかある何が欲しいの言ってごらんなさい。 なんでって、誕生日なんでしょご褒美くらいくれてやるわ。誕生日をラムに祝ってもらえるなんて、光栄に思うことね。誕生日プレゼント。もちろん、出来たての不可思いもよ。